ルーブ・フォスター9月17日から1930年12月9日はアメリカ合衆国の元プロ野球選手。現役時代は投手として、引退後には監督として、さらに黒人野球界の実力者として、ニグロリーグの設立に貢献した。弟、ビル・フォスターも野球選手。中、ニグロリーグ結成以前にも黒人プロ野球は存在していたが、組織だったものではなかった。テキサス州カルバートにて生まれる。黒人野球チームで投手として大活躍し、球団 X ジャイアンツに在籍していた1902年に MLB のフィラデルフィアアスレチックスとエキシビションで対戦。この時にルーブ・ワッテルに投げ勝ったことでルーブが愛称として使われるようになった。また他の試合ではサイ・ヤングに投げ勝っており、これらメジャーでの伝説的投手たちに勝るとも劣らない投手であった。1903年、フィラデルフィアジャイアンツとの黒人ワールドシリーズでは、チームの5勝のうち4勝を挙げるなど大車輪の活躍をした。また、翌1904年には、シーズン51勝を挙げている。1910年から、リーランドジャイアンツの監督を務めるようになる。この年には123勝6敗という成績を挙げるが、オーナーとの間で対立が起こり、フォスターは球団を買い取って、シカゴアメリカンジャイアンツと改名し、自ら経営に乗り出した。監督業と同時に興行にも力を入れて、シカゴアメリカンジャイアンツはメジャーとも並ぶ人気球団となった。このチームは1910年代最強の黒人野球チームと言われている。1920年、かねてよりの夢であった黒人野球リーグの設立を呼びかけ、8チームが参加したニグロナショナルリーグが誕生した。これに刺激を受けて、東部ではイースタンカラードリーグも発足。1924年からは両リーグの勝者の間で黒人ワールドシリーズが行われるようになった。ニグロナショナルリーグとイースタンカラードリーグは仲が悪く、オーナーたちにはリーグ全体を引っ張っていく力がなくフォスター・カズトがリーグ全体を支えている形であった。フォスター自身に対しては、ほとんど無報酬であり、しかも経営難のチームには自腹を切って救済するなど、ひたすらフォスターはリーグのために奔走し続ける。しかしあまりに過重な負担がかかったフォスターは1926年に精神を患い、1930年に死去。指導者を失った黒人野球リーグは大恐慌の影響もあり一旦、崩壊はするものの再び復活し、1930年代後半から1940年代前半にかけて全盛期を迎える。1981年、アメリカ野球殿堂入りした。ありがとうございます。